こんにちは、ラカウ夫婦です。本日は我が家の家計事情についてちょっとお話ししたいと思います。我が家は、夫婦共働きです。まあ、夫君は一応会社員、一応というか会社員です。私も一応パートです。長時間パートですね。なので正社員じゃないから、まあ、お給料のみなんですけど、で夫婦とも働きで、我が家の家計はですね、どういうふうに管理しているかというと、まあ、ほぼほぼ夫くんが家にかかるもの、お家のローンだったり、光熱費だったり、保険のお金だったり、まあ、そういったメインのお金がかかることは夫くんのお給料で、まあ、賄ってもらってます。で、私はですね、食費とか、まあ、生活雑貨、生活にかかるもの、あとは自分のその、まあ、携帯代とか、あと自分のそのコンタクト代とか、ね、まあちょっと外食したりした時は私が出すようにしてます。まあそんな感じで、なんとなく2つのかまどでやってるって、ね、そうですね、一応分担してっていうか分けてやってて、でそれぞれそれぞれから、まあ、少しずつでも余裕があればと思って何かに旅行、それこそ旅行に行くとか何かに使うために貯金を一応ね、2人の口座っていう感じで、うん、そこにお金を入れてました。で、まあ、そこは使ってもいい、基本的に何かあったら使いましょうっていう口座だったので、それこそ旅行に行くお金とか何、うん、かあった時にはそこから出すようにしていました。で、まあ、ちょこちょこね、旅行行ったり何、うん、かあってっていうものがあっても、一応毎月ちゃんとそこにお金を入れていたので、まあ、使ってもそれなりに戻ってそこそこあったはずなんですが、うん、気がつけばあらって、気がつけば今ほぼほぼなくなりそうなんです。そこが見えてきたぞ。やばいです。いや、使いすぎなのは分かってはいたんですけど、ちょっと調子に乗ってたかも。調子に乗ってね。やっぱり YouTube を始めてから出かける頻度がやっぱ増えたっていうのもあって、もちろん旅行も行く頻度も増えてなのでやばいです。今貯金がなくなりそうです。さてどうしましょうって感じで。どうしよう。こんな気楽に話してていいの？いや、もちろん将来に向けてのそのお金とか、うん、また別にね、手をつけないその貯金とかは別にあるんですけど、そこはあくまでも手をつけないものとしてあるものなので、うん、自由に使える預貯金、そうですね、の部分がないなくなってきたぞ。なのでちょっとね、これから先、例えば海外旅行なんかはやっぱりなんぼ近くのね、韓国だ台湾だって言ったってそれなりにお金はかかるわけで、うん、ちょっとね、そういう大きな旅行はちょっと無理かな。行けないかも。で、北海道から行くって
ちょっとやっぱり本州の料金と違うもんね。そうなのよね。いつも、ちょっと高いよね。その、羽田なり成田なりに移動する分も乗るんで。そうなんですよね。HIS をよく利用するんですけど、本州版の成田発とか羽田発とかの海外便とかはすごい安い料金で出てるんですけど、韓国なんかすごい安く行けてるもんね、うん、北海道発になるとやっぱり料金上乗せになるから、ちょっと上乗せやっぱり高いですよね。乗り継がなきゃならないので、うん、まあ、直行便もあるんですけど、なので旅系ユーチューバー、一応自称旅系ユーチューバーとしてちょっとね、危機感やばいぞって、ね、旅できなくてどうする、そこがね、口座の底がうっすら見えてきたぞみたいな近場でね、ちょこちょこっていうお泊まりとかもね、うん、あるんで、まあ、なんだかんだ言ってやっぱり使ってしまってるので、うん、ね、補填した分使ってさらに使って、ね、だって道内にどっかねちょっと行くって言ってもね2人分なんで、うん、ね、まあざっくり 4,5 万ぐらいとかは、ああ、普通にねかかっちゃうよね、かかっちゃいますね。 4,5 万は普通なのかな、うん、いやね、泊まるざっくり2人1万ずつで泊まるのに1泊2万円かかりました、うん、ガソリン代ね、道内広いのでガソリン代もかかります、食、もちろん食事代も2人分なのでかかりますってなるとね、やっぱりざっくりでも 4,5 万は絶対かかるので、かかるよね、はい、高級取りならもうね心配ないんですよそれはもうあくまでも至って平均的なサラリーマンと、はい、ただのパートなんで、ね、お前ら身の丈に合ったちゃんと行動しなさいよって話なんですけど、さてこれから私たちどうしましょうちょっと考えないとね、考えなきゃいけないですね。 YouTube も続けたいしね。そうなんですよね、うん、でもやっぱり基本旅行好きだし、お出かけ好きだし、そのどっか行ってね、なんかしてっていうのをやりたいので、全くやらないわけではないんですけど、今後もね、どうやってお金を作ろうみたいな、うん、やっぱり旅行は大事だし、うちらのね、そうですね、楽しみのね、そう一つだし、うん、とにかくその足腰動けなくなる前には行ってみたいとこたくさんあるので、うん、いろいろ行きたいんですよね。もうあと10年もすればきっとどっちかもしかしたら歩けなくなっていくかもしれないですね、大病を患ってるかもしれないし、その辺はねちょっとわからないので、わかんないよね、もうこの人生わからないね。なので健康、うん、健康年齢っていうのかい、あ、まあね、それはまたそれで別な動画でお話ししましょうか、ね、そうだねそこの病気の話やら持病の話やらはまたね、そうだね、元気なうちに、とにかくそうね、元気なうちにね、いろいろ体験したい、うん、悔いのない人生を送りたいっていうのがあって、でも先立つものがないとねできないですよね今日はなんか先立つものがないという話なのかいそもそもでもそんなに先立つものは多くはなかったからそうそうそう、もともとね少ないなりに楽しもうっていう、そうですそうですよ、前にもお話ししたことありますが、我々再婚夫婦なので、再婚してまだ6年目という、うん、ね、まだ短い期間なので、そんなにね、そこから2人の貯金立てね老後のためにね
蓄えがお互いにやってたかったらそういうわけでは、ね、そういうわけでは全然なかったので、はい、一緒になってからね僕らのねその老後の設計を立てたばかりというかね、うん、そうですね、うん、私たち結構多分いるよねうちらだけじゃないよと思うけどね、うん、どうですか、うん、まあどうしてもあの世代的に普通に若い時から結婚して何十年って経って、うん、まあ子育て終わってっていう人たちだとどうしても子供にねお金はいっぱいかかったんだろうからのそこで残ってるお金ってねいやしっかりある人はあるんだろうけどね、うん、世の中ねお金持ちさんもある人はあるよいっぱいいるから、ね、ある人は何も心配ないんだろうけどね、うん、どうやって閉めるのこれ、うんまあ、やりたいことをある程度ね我慢しないで過ごしながらどこかでやっぱりお金も生み出さねばならぬという、うんうん、まあだからこの YouTube もちょっとねせっかく収益化できたので頑張って少しそっちでもあの経費分を稼ぎたいです皆さん協力よろしくお願いします、ね、よろしくお願いしますインスタグラムも私ちょっと今回ようやく収益化できましたので、うん、ちょっとお小遣い程度にいただけたんですよね。いや、ね、ないのとあるのとでは大違いですよね。あのタータンとノンタのね。そうです。タータンノンタの、ね、わちゃわちゃ動画がね。なんかバズってねすごいびっくりしたねびっくりしましたね一つねものすごくいって100万再生超えたんですよねそしたらなんか収益できますよみたいなお知らせみたいなそうですだから、ね、やり方がなんかねアメリカのそもそもアメリカのなんかやり方だから全然よくわかんないもうそれ手続き全部できるまでにものすごい時間かかりました1ヶ月以上かかったかかったもうわけわかんなくやってみては進まなくてまた立ち止まって、うん、全然やり方がなんかわかんなくて調べても出てこないんですよね全然その多分収益化できてる人があんまりいないのか、なんかな全然そういう最近始まったことなの去年かなだからなのか、うんうん、でもなんとかなんとかねなんとか1回目のあのできて入金があったんですよもうおかげさまでも本当に入るのかこれ本当に入るまでなんか信じられなかったんですけどね、うん、あのそうやってなんかねたまたまですけどね保護したタータンとねあの巨大児ノンタン君が、うんちょこ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 小銭を、お金を運集めてくれてるのでくれました本当にありがたいです、うんタタン保護して本当にね幸運を運んできてくれた猫ちゃんで本当にありがたいです、まあ、そんな感じでねそっちも頑張りつつ YouTube も頑張りつつ、うん、なんとかかんとか皆さんに楽しい動画をお届けできるようにこれからもいろんなことにチャレンジしていろんな体験をして皆さんにお見せしたいと思います、はい、ということで今回は以上となります、はいそれではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね。プップって俺じゃない。あ、俺。